さあ、ということで今回は小池純喜選手のお家にお邪魔をして、リモートでお邪魔をして、昨シーズンの全ゴールを振り返っていただこうという企画です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。小池選手、お久しぶりです。お久しぶりです。なかなか元気ですか？知らないので。結構家にいる時間長いと思いますけど、どんな毎日過ごしてます？そうですね、まあ、自宅で体幹トレーニングしたりとか、YouTube やってるんで、YouTube の撮影したり、TikTok の動画撮ったりもしてますし、もちろん娘とも一緒にいる時間が長いんで、遊んだりしてます。かなちゃん、元気ですか？元気ですね。本当にもう、遊んでほしいのか、遊んでもらってるのか分かんないですけど、はい、体動かしたりしてます。今日かなちゃんもお家います？います。さっきまでいたんですけど、どっか行っちゃいました。そうなんだ。かんなちゃんもいる時にしたかったけど、じゃあ今でいいかな。小池選手、5月11日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。イエイイエイイエイ。ちょうどいいタイミングで今回のインタビュー実現しました。そうっすね、狙ってたんですかね。たまたま偶然です。33歳ですか？ですね、はい。なんか決意とか教えてもらっていいですか、せっかくなんで。そうですね、まあ去年すごく個人的にはいいシーズンになったので、今年今こういう状況でだいぶ、難しい状況というか、厳しい状況ですけど、その中で自分の力をチームに還元できればいいなとは思ってるんで、具体的な数字とかはそんな考えてないですけど、そこはいろんな形で貢献したいなと思ってます、はい。プライベートでは何か33歳こんなことやってみたいなとか、こんな年にしたいなとかあるんですか？そうですね、今やってる、個人的にやってる活動、F コネクトの活動とか、いろいろあるので、YouTube もそうですけど、そういう活動をよりこう広げていけるような、そういう年にしたいですね。F コネクト、はい、ね、梶川選手と一緒にやっている、オンラインの児童養護施設の訪問とか、いろんな活動されてますよね、今も。どんな感じなんですか、今の活動は。本来は、実際に足を運んで、子どもたちとコミュニケーションを取ってっていうのを大事にしてるんですけど、こういう状況ですので、実際それはなかなか難しいじゃないですか。今年から三助会員もスタートさせて、三助会員の方に三助会費をいただいている中で、その今これも Zoom でやってますけど、Zoom の有料会員というか有料契約かをその三助会費からさせていただいて、それを使って今こういう時だからこそできるっていう意味でこうオンラインで今もう4回5施設ぐらいですかね。そんな行ったんですか？で、一緒にやってる選手が他にもいるので、例えば初っ端っていうか最初は神奈川の施設にオンラインで訪問したんですけど、その時に僕と梶川と、大分の野村と、あと昨年引退してしまったんですけど琉球だった新井純平と4人で訪問をして、実際だったらこう東京と徳島と大分とこうバラバラの地域で一緒に訪問することは難しいんですけど、この、オンラインで訪問できる、良さというか、一緒に同時に4人で訪問できたので、子どもたちもすごく喜んでくれました。そういった活動もすごい頑張ってらっしゃるんですけど、ちょっともう一個、はい、梶川選手結婚したじゃないですか。ああ、しましたね。小池選手、それ、はい、どんなほっとした感じなんですか？どんな思いなんですか？そうね、なんか結構俺ら付き合ってんじゃないかみたいな噂も。そうそう、だけどね、心配だったの、メンタルが抱いてる方もいたと思うんで普通に、そうですね、やっぱなんていうんですかね、こう何でもできるタイプなんで、こう自分の身の回りのこともそうだし、あとなんかこう日頃の練習とか
こう試合に向けての準備のルーティーンみたいなものが結構きっちりあるタイプで、カジは、うん、まあ、俺はそういうタイプじゃないですけど、だからそこをこうなんていうんですかね、全部受け入れてくれるような人じゃないとこうぶつかっちゃうんじゃないかなと、もっとほうほう私と出かけてよじゃないですけど、うん、そこに合わせてくれる子じゃないと厳しいんだろうなって思ってたんで、なんか難しいんだろうなって思ってたんでそういう意味ではもうそこすべて受け止めてくれてる奥さんなんだろうと、ほうほう、よかったなと思ってますね。寂しさはないんですね、じゃあそんなに。寂しさは全くないですね別に何か変わる、別に何か変わるわけじゃないんで同じように連絡取って、はい、食事も行くでしょうし、はい、何も手つなげなくなったとかそういう話じゃないんでつないでたんですか？つないでないです、つないでないですよ、なるほどね、わかりました。幸せになってよかったっていう話なのでいや、なんか安心しました。よかったです、よかったです、ありがとうございましたさあ、ということで最近の近況も聞けたので、小池選手ちょっとまあなかなかね、皆さんあのゴールシーンとか、まあ、生の試合とか見れないじゃないですか今。そうですね、でちょっと寂しいので、せっかくなので、はい、小池選手の昨シーズン16ゴールですか、ちょっと改めてやっぱすごいなと思うんですけど、その16ゴールを今回映像と一緒にあの小池選手自身に振り返ってもらおうっていう企画なんです、はい、ありがとうございます。でも小池選手もこう改めて見れるの多分楽しみですよね。そうですね。やっぱ自分がゴールを取ったところは何回見ても気持ちいいものなので、うん、そういう意味では、はい、ありがとうございます。ということで、この時間をお借りしまして、ゆっくりと振り返っていこうと思います。では、改めて、2019シーズンの小池純喜選手の全16ゴール、ここから振り返っていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。では映像の方、見ていきましょう。さあ、それでは早速ですが、昨シーズンの全ゴール振り返っていきましょう。どうぞ。今度はベルディ。ということで、これがまず小池選手、ベルディ復帰戦の初ゴール、はい、まあ、復帰しての初ゴールという柏レイソル戦でした。そうですね、すごくいい、まあ、カウンターっぽくなったんですけど、まず最初リヨンジ選手とワンツーみたいな形で、うん、最初僕がボールをもらった時に、うん、僕に対して選手アプローチに来てたんですけど、うん、その選手をうまくワンツーで剥がしたことによって、うん、その選手の裏のスペースを使えたっていうのが、まあ、一つ良かったのと、うん、あとはこのシュート前に、キーパーの中村選手を引き出すために、うん、正面にドリブルしたんじゃなくて斜めにちょっと斜めに行ったんですよ、キーパーに寄っていかずに。スピードが生きたシーンでしたね。ゴールをうまく開けられたっていうのが、まあ、その2つが良かったかなと個人的には思ってます。キーパーの位置をどんどんずらしていったってことですよね。あえてそのまっすぐ行かないで相手の位置をうまくずらしていったっていう。多分まっすぐ行ってしまうと、うん、自分がこうドリブルして詰めてるなんですかね、スペースと中村選手がこう詰めてくるので、急にその距離感が縮まっちゃうと思うんで、ははははちょっとよ横に引き出すので、ゴールの中心もちょっとずれますし、そこら辺は一応考えてやりました。ドリブルしながらそんなこと考えるんだって、私、あの試合、ちょっと衝撃でしたよ、そうなんだと。そうですね、まっすぐ行っちゃうと、距離感が難しくなっちゃうんで、斜めにちょっとキーパー引き出して。うん、まあ、ギリギリでしたけど、シュート自体は、うんうんうん、はい、そこはうまくいきましたね。このゴールは結構後に、まあ、自分の中でも思い出深いとか、あのいいゴールだったっていうふうに振り返ってらっしゃいましたよね。はい、やっぱり、うん、こうベルディに帰ってきてファーストゴールだったので、うん、まあ、そういう意味ではこう、まあ、帰ってきて、なんですかね、こう自分の存在を皆さんにまた知ってもらうきっかけにもなったと思いますし、うん、ほっとした部分もすごく大きかったので、私たちも印象深いゴールでした。続いてはこれ第8節のモンテディオ山形戦です。はい、これは
まあ、スローインからだったんですけど、まあ、林選手のキープ力を信じてというか、まあ、そこをキープしてくれるだろうという中で、まあ、外側回ったらちょっとディフェンスの選手つきやすいと思うんですけど、内側をランニングしたのでちょっとマークがずれて、このファーストタッチはミスったのがなんか逆にフェイントみたいな感じになって、これミスったんですか？あ、ミスったんです。本当はそのまま縦に、はい、あの縦にドリブルしようとファーストタッチでこう前に行こうと思ったんですけど、うん、それがうまく触れなくて、それがなんかボディフェイントみたいになって、うん、相手の選手栗山選手がちょっとそれにつられて、その縦のスペースにしまったの、うんうんうん、まあ、そこのスペースを入っていったって感じですね。そういうことなんだ。なるほど、聞いてみないと分かんないですね。シュートはまあ、なんつうんですかね、そう思い切って気持ちよく触れたのでいいとこ行ってくれたなっていう感覚ですね、うん、なるほど。で、はい、どんどん行きましょう。16ゴールあるんで続いてのゴールです。次がこれ、ビファレ長崎戦、はい、これは、まあ、サイドからのクロスに対して多分ニアで、まあ、藤本選手がリングで競りそうだなっていう時にもう次来るんじゃないかっていう予測があったので、多分対峙してた選手より一歩早く動けたんですよ。で、その分前で触れてもうシュートのイメージになってたので、4分です。この選手はなっていう感覚はありますけど、予測勝ちしたかなって感じでした、ね、予測勝ち。でこれワンタッチじゃないですか。なんかこう、はい、ワンタッチって昨シーズンすごいたくさんあった印象ですよね。はい、うん、ゴール、まあ、フェナの中でのゴールがすごい高いと思うんですけど、うん、特にキーパーの選手は、まあ、トラップするとその分準備できる時間もあると思うので、取れるタイミングがあったら取りたいなっていうのが、まあ、ちょうど出たかな。そうでした。では続いていきましょう。続いてがこれ、小池選手バースデーゴールですよ。アビスパ福岡戦、はい、このゴールを振り返ってください。そうですね、これ試合の前、まあ、僕の誕生日の前の日、10日が平選手の誕生日で、あ、そっか、うん、9日が安西選手、達也選手の誕生日だったんですよ、うん、でその前の練習試合とか、なんか紅白戦とかで、安西選手、平選手と続けて、誕生日、誕生日でゴール取ってたんですよ。で、なんか、この試合、達也とかにも、純喜君、これ行きますねみたいな感じの話をされてて、の当日だったんで、うん、そういう意味では彼らのゴールがこうなんかうまく連なってくれるんじゃないかなっていうのが一つあるのと、あとはまあこれはもうトラップで全て決まったなっていうのがあるので、うん、まあ、そこのイメージと奈良選手からが来た時にイメージできて、そこにボールを止められたっていうのが、これもシュートも、あのもう直接は見てないんですけど、間接視野でキーパーは見えてたので、キーパー見えてたんですね。まあ、ちょっとこうトラップしてこう下向いてる時のこの辺りにキーパーがどこにいるのかっていうのは見えるんですか？見えましたね。なんかまあ赤いユニフォーム見えなかったのかな。入ってたので、この時に入ってたので、うん、こっちのなんですか、右側に蹴るか左側で蹴るか、うん、まあ、キーパーが多分真ん中にポジションをこう取り直すと思ったんで左に蹴ったんですけど、なんかだからそういう感覚も含めてすごくこう本当にコンディションが良かったんですよね。ずっとそういうのが続いてた時期だったんでしょうね。多分すごくいい意味で、こうなんていうんですかね、うん、そんな自分がもともとめちゃめちゃ点取ると思ってなかったんで、なんかなんですかね、本当シュートチャンスの時にこう力んじゃうとか、これ決めなきゃとかっていうのが正直なかったので、うん、ほうほうほう、いい意味でですよ、それはもうその、うんうん、悪い意味じゃなくて、まあ、そういう意味ではこう力が抜けてたんで、うん、そういうトラップとか、まあ、冷静さみたいなところはあったのかなと今振り返ると思います。
いろんな人がいますよね。ゴール前で力を抜けってね。でも多分一番難しいんですよね、きっとね。そうですね。やっぱ決めたい気持ちが強く出るので、うん、それは間違いなく、これ決めてやるとか、うん、で決めるぞっていう気持ちが出る。まあでもその中にもその冷静さがあったっていうのは、良かったのかなと思います。ベルリーに生まれています。素晴らしいバースデーゴールでした。